今日は川に来ました。そうですね、広瀬川、ね、今日はですね、翔くんに川に入ってもらいます、はい、ザブンいきなりラジカルすぎないですか。ラジカルすぎるあーラジカルすぎる。じゃあこの川の水を全部消してしまいなさい。あの僕神様でも何でもないんであ、分かった、はい。でね、はい、ちょっと僕気になることがありまして、ここ広瀬川って言って、はい、もう宮城県民ならおなじみのその仙台市の中心部に流れてる川なんですよ、はい、いい感じに流れてるわけなんですけども、はい、ちょっと川の始まりって見たことある？ないですね。川ってこう流れてるからさ、どっかからは絶対始まってるわけじゃん、はい、でも川って始まってるところ見たことないじゃん。ないですね。流れてるとこしか見たことないじゃん、はい、だから今日は翔くんに始まりまで泳いでいってもらいます。俺泳ぐことは確定なんですそっか、登るのきついね、はい、じゃあ諦めようか。じゃ今日は企画終了ということで意見が両極端すぎるんですよ泳ぐのはきついんで、うん、まあ何かの方法でいきましょう。 OK、 じゃあ何かの方法で、はい、あとはもう動画の編集で何とにでもなるから俺らは登ったという体で、はい、俺らはここから川を今登っていったという体で、もう目的地着いたら僕らずぶ濡れです。 OK、 じゃあ車に乗り込みましょう、はい、川の始まりって何？どうなってるのかね？何？なんか食べている間に山形県に入っちゃった。広瀬川の始まりって話なんだけど、広瀬川のね始まりの話をしてたらいつの終わりか。ほらだって見てよ、桜見8キロ仙台35キロ完全に山形ですからね、ここね。見ろ見ろ、はい、大発見だ。フォーマーが使える。さすがドコモだな。すげーわ。ちょっとアンテナ3本立ってます。アンテナ3本立ってます。登山道開通。どこに、これ開通してねえよ。ちょっと行ってみますか。そうだね。これ超怖えよ。足場ないよ、マジで。これ、本当に危ないよ。笑い事じゃなく危ないよ。なにこれ、だって滑ったら終わりじゃん。うわ、超怖え。超怖え。なにこれ。あ、終わり、あ、あ、今、あーって言う。クロックスで来るとこじゃねえよ。よくその向きで降りようと思う。そんなに引っ張って T シャツのアラスカを押さなくていいですよ。アラスカ。ここはアラスカか。宮城です。さあ、洞口探検隊が今、全然、人類二島の地、広瀬川の、おお、着いた。思ったより深い。冷たーい。お前どうやってここ降りたんだよ。どうやってここ降りたんだ。そしてどうやって戻ればいいんだ。ほら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 、おお。ここからは iPhone 撮影だ。リスク、リスクしかないぜ。やだよ、オチを見失ったロケハンが死ぬの。やだよ俺。オチは自分で作るんだよ。やだよ。だってほらもう植物が行くなってなってるよ。タイガさん、何ですか。そろそろ川の始まりが見えてきましたよ。はい、なんだろう、イクワイム市場この背景はなかったんじゃないかなっていうくらい。タイガさん行きましょうよ。すごいよ、超大自然。やばい。このアングルだけで言ったらマジで人工物がない。よし、ここを川の始まりとする。仙台市民の諸君、君たちが見ている水は俺が最近に使った水だ。覚えとけよ、覚えとけよ。俺が最初の方で使っている。